皆さんこんにちは。管理栄養士のリサです。このチャンネルでは食事や栄養のことを簡単手短に皆さんにお伝えできればと思っていますので、よろしくお願いします。さて皆さん、検診行ってますか？今日は血液検査の項目にもある血糖値についてお話をしていきますので、よろしくお願いします。さて血糖値、結構今飲み物とかで血糖値を上げにくくするお茶とか、血糖値を下げる効果があるようなサプリメント、いろいろ出てますよね。で、いろいろ、世の中には血糖値っていう言葉溢れてると思うんですが、皆さん血糖値ってなんだか知ってますか？血糖値というのは血液中のブドウ糖の濃度のことを言うんです。で、人は食べ物を食べるとその血糖値が上がっていくんですが、ねえ知ってる？実は人の膵臓にはランゲルハンス島という島があって、皆さん一人一人人間は島を持ってるんです。イエーイ、島持ち。で、その膵臓のランゲルハンス島からインスリンという物質が出てきます。で、そのインスリンが高くなった血糖値を下げてくれるんです。そしてこのインスリンは、血糖値を正常化してくれてるという作用をしています。しかし近年ですよ、人は食べ過ぎ、飲み過ぎ、肥満、そして運動不足に、あと遺伝、こういうものが重なってインスリンがいくら働いてもあんまり効果がなくなってしまったり、インスリンの分泌能力自体が低下してしまうことがあるんです。そしてそうなると血液中の中にはブドウ糖があふれかえってしまうんです。これを高血糖と言います。そしてこの高血糖になってしまうと怖い動脈硬化、そして糖尿病になる恐れがあるんです。でもなんかそんな顔、なんかその健康診断の結果とかで再検査の知らせとか来たことないし、というあなた、ねえ知ってる？健康診断の結果で2つの項目をちょっと確認してください。空腹時血糖が100以上ある人、そしてヘモグロビー A1C が 5.2% 以上ある方は、将来糖尿病の発症リスクがなんと2倍以上になるんです。そう、再検査が来てなくても少しずつ血糖値から来る動脈硬化や糖尿病は忍び寄ってるんです。なので皆さん、健康診断の結果はしっかりと確認してください。ということで今日は血糖値のお話でしたが、いかがでしたでしょうか？いいねと思った方はボタンを押していただいて、チャンネル登録もお願いします。ということで今日も皆さんグッドラック。 See you next time。